ございます。ありがとうございます。フープでメダル獲得できたっていうのはすごく嬉しかったし、最後の最後にやりきれたっていうのは私たちにとってもすごい自信にもつながったんではないかなって思っています。あとはもっと一人一人が成長して、そこでまたチームがまとまっていって、来年の世界選手権では総合でのメダルを獲得して、やっぱり自分たちで東京オリンピックの枠を獲得できるようにしていきたいと思っています。種目別決勝フープで銀メダルを取れたのは大変嬉しいんですけれども、やはり全体としては、課題の方が多かったかなと思いますね。団体の方は難度点の方はだいぶ上げまして、そこでは戦っていけるだけの土台は作ったんですけれども、プレッシャーがかかる団体総合でやはりやりきることができるっていう、そういう精神力体力を身につけないといけないかなと思います。